構マウンテナイトのみんな嫌なとこ何かっていうと、もう迷って迷ってなんか分からへんって言われたらもうこれ買っときゃいいのよ。なんで今回クライムライトが入らず、このマーモットが入ったかっていう、はい、本日はですね、絶対買うべき年中使えるマウンテンパーカー5000をご紹介していきたいなと思います。ということで今急遽弟に上がってきてもらいました。っていうのも毎年そのおすすめ5000とかやってるんだけど、僕だけが着るんじゃなくて実際弟にも着てもらって、生地の厚みとかって意外と皆さん分からんみたいな、あこれ薄いんや厚いんやとかっていう、その素直な感想をね、はい、言っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でマウンテンパーカーこれから何買っていいか分からへんっていうところなんですけど、単純にこの5000はかっこいいっていうのも選んだけど、かっこいいとかだけじゃなくて、まずド定番ですよねとか、これ意外と仕上がってますよとか、まあここまで出せたらそれはいいよねとか、多分原価結構高いでとか、形がいいとか、そもそももう今そうやって答え全部言ってみたけども、まあ着てみやんとどんな感じかっていうのが分からへんから、はい、ご紹介していきたいなと思いますので、さっきね実は全部着用してん、マウンテンパーカー全部着用っていうの33着全部してん、はい、それソフトシェル抜きやで、ね、薄いのなしにしてごついのだけで33着あったんや。33着弱か、うん、すごいな。でその中であ良かったなっていうのを着ながら選んで、なるほど。なので実はその全部紹介今ここに出てると思うんですけど、そこでなんとなく感じながらこれ5つにしようみたいな感じで実はこっそりやってましたんで、裏企画で実はそれやっておりました。でまずはね、見てもらいたいなと思うんですけども、このマウンテンレインテックスっていう、雨の時のやつじゃなかったっけ。そうそうそう、まあ雨用で作られてて、このフードのとこにあのくるくるって仕込まれてるのはそうなんやけど、これねあのマウンテンパーカーって結構フードがぺちゃんとしてかっこ悪いイメージなんやけど、これ襟立ってるから結構かっこいいのよ。あなるほどね。ブルゾンっぽい感じで着れるから、でまあちゃんと中にはフードが入ってるっていうスタイルなんやけど、まあこれ俺が着てるスタイルみんな知ってると思うんで、弟君が着たらどうなるのかっていうことですが、ノースレースの L サイズにしたらちょっとちっちゃい。あそうなんや、ちょっと僕腕が短いのでね、あれなんですけど、はい、どう丈とかは多分全然普通の L 着るよりかは多分いいんちゃうかな。確かに確かに、ちょっと腕はねこれでやったらいいだけかなと思うんだけど、確かに首もしっかりしてるよね、このフード部分がなんかうちゃうちゃってなんねんけど、ペチャーンってなっちゃうよな。そう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 、であったらあったり邪魔やったりするんですよね、特にバイクとか乗ったらもうこの辺グワッてなったりするし。生地的にはどう？生地感はね、マウンテンライト持ってんのやったっけ。うん、マウンテンライトっすね。マウンテンライトの方が中生地あるよね。そう、裏地ある。そっちの方が優しいんかな、なんか肌当たりというか。今半袖で着てるから余計なやろうけど、これ実はな、半袖で着れるように生地入ってんの、3L やねん、なんか言うやつやね、はいはい、だから半袖で着れるようにはなってんの。あなるほど。むしろあのマウンテンライトみたいな裏生地入ってる方が半袖で着られへん。あそうなんや。あっちの方が肌触りはむっちゃいい感じはするけどね。まあ着られへんから裏地入れてるねんけど。そういうことなんか、なるほど。まあ、形としては似合ってるね。うん、丈感もいいかな。普段選んでるよりちょっとワンサイズ大きい方がいいかな。大きい方がいいな。まあそんな感じか。うん、まあサイズもジャストぐらいって感じです、はい、っていうのがまず一つね、はい、でこれは単純にマウンテンパーカーをダサく着たくない人はいいかもしれない。これが見た目をかっこよくしたいっていう、はいはいはい、確かこっちの方が、うん、マウンテンライトより安かった、ね、安い安い、ね、そうやね、うん、今ちょっと値上げしたかもしれんけど、ああ当時は2万円台で買えたんですよ。そう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 、まあ、次ちょっとここ押さえときたいんやけど、マウンテンジャケット、はい、でこれに関してはもうまあ一番ノースレースで定番やから、うん、なんか分からんやったら今回5個紹介するけども、もう迷って迷ってなんか分からへんって言われたらもうこれ買っときゃいいのよ。うん、これがね黒がね M サイズです、うん、で僕今オレンジがね L で着てますので、はい、多分 M がちょうどやと思います、はい、これは普段のノースレースのサイズでいいから普段 M ぐらい。そうですね、 M ですね。なんやったらマウンテンライト S 着てるかもしれない。あそうなんや。 S ちょっとちっちゃなやつ着てんねんけど、やっぱりフードがちょっと気になりますよね、うん、これね。なる、うん、どうマウンテンライトと来た感じとあんま分からん、あんまり変わらんかなっていう気がすんねんけど、一応表地はな倍やねん。あそうなんや。マウンテンライトは70デニールか75デニールか飛ばしてたけど、うんうんうん、っていうデニール数やねんけど、うん、デニール数だけで言うと150なんで、ね、これ。ああなるほど。単純にな、 あれやね、女性の何だっけ、そうナイロンの厚み、そう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 、細かいところとこの脇のところのジップとかベンチレーション、そうそうやね。これやったことある？ない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 。これやってチャリンコとか乗ったら結構抜けんのよ。あ涼しいんや、うん、まあ、野球選手とかも切ってんもんね、このね、うん、あ確かにな、ちょっと風は来る、おーおー、ちょっと入ってくる。これ丈夫やろ、結構。そうやね、触った感じも、うん、ポケットの位置とか変わらんねんね、やっぱね。あんま変わらんな。うんうんうん、なるほど。 いいっすね。切るんやったらあげるで。うん、ますか。いらん、いらんというか使わんねやったら欲しいかなって感じですよ。まあ使わんねん。ではもらいます。はい、あげます、はい、っていうのが2つ目、はい、っていうぐらいもう迷ったら僕は開けたけど、うんうん、まあ、使えるからこれは、いいかなと思います、はい、3つ目がそれをなんで2番手にあったかっていうと、この3番手を紹介したいから2番手にして、うん、はい、これオールマウンテンジャケット。うーん、マウンテンパーカーってノースレース3つあんねん、
はい、これが比較されるマウンテンライト、うん、そしてマウンテンジャケット、はい、そしてオールマウンテン、この3つが比較されるね。なるほど。だいたい4万から5万の間、この3つとも、はいはいはい、どういう位置づけかみんな分からへんって言うねんけども、うん、一応それは説明動画以前出してるので見てもらったら分かるんですけど、これが唯一まず外見だけで言うとバイカラーじゃないの、全部単色やね、うん、あーなるほど。こういった黒が入ってなくて、うん、もう全部一色でやってる。黄色とかもあるんだけど黄色も全部黄色、うん、黒も全部黒みたいな感じ。なんかねそれを最初見た時にクライムになんか似てるのかなと思って、クライムもこんな色あって、あ、はい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 、ちょっとそれの分厚い版かなぐらいで思ってるけど、うんうん、そういうわけではないんだ。そう違うね、裏地がないから。これが2層のやつとかそういうの、これがな3層、裏地がないってことは肌に直接当たってもいいようになってる。うーんなるほど。でもこっちとか2層やから裏地をつけやなか別地で、そういうことね。でもこれは裏地はもうなしでいけるように3層にされて1枚2枚3枚ね。でこう肌にここ当たる部分やから当たってもいいように、うん、でそれがないから裏地を別でつけやなかっていう感じで、うん、これ何がいいかっていうと結構作りちゃんとしてるのよ。まあ見た目的にはそんなにマウンテンライトよりちょっと軽いやつかなっていう印象やねんけど、ほんまにマウンテンライトとクライム言ってくれた間ぐらい。ああ確かに。何やろ、そんなごっついわけじゃない、うん、マウンテンライトほどごつい気はせんし、クライムよりかはごついし、うん、クライムのペラペラ感はないやんか、うん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 、でそれでいて結構マウンテンライトのみんな嫌なとこ何かっていうと、ここにあんねんけど前がボタンやね、うん、これが締めんの邪魔くさいってみんな言うんやけど、あそれボタンじゃないのよ。なるほど。マウンテンジャケットもそうか。そうマウンテンジャケットもテープやから、せや一番上だけボタンとかそんなんやん。そうなぞるだけでピッてなぞるだけで全部ついていくんやけど、あ確かにマウンテンライト全部ボタンでこう締めていかなあかんからね、うん、なるほどな。一緒や、そこは一緒やねん。でベンチネーションっていう部分もついてる、一緒なんや。でもマウンテンジャケットにはついてない。あライトね、そうライトね、あマウンテンライト、ね、それがあの以前動画でまた言ってるんでね、まだ見ていただければなと思います。まあそういう細かい違いはあんねんけど、うん結構な今回マウンテンライトジャケット入ってないのよランキングには、残念ながら、ね、この5つに入ってない、入れてないけど、うんまあ、なんでっていうとこれ考えたらこっちの方が使い勝手いいんちゃうかと思うね。っていうのもマンジャケと裏地一緒やったらそんな変わらへんやん、まあ、これ買うんやったら次こっち一緒っていう、うんうんうん、今まで僕の中ではクライムでライトでマウンテンジャケットのイメージだったけど、じゃあそのままライトを抜いてこれ入れてもいいんちゃうかってことだよね。そうでクライムも今回入れてない。なるほどね。結構これ意外といいのよ。でしかもセールにはかかんねん。ああそうなんや。そう穴はみんな、ま、ライトばっかり行くのよ。ライト行って、はいはいはい、次にまあマンジャケ行くのよ、うんうんうん、ほんなこれみんな逃すねんか。でセールになんねん。でもこれとこれの厚みって違いそんなまあ倍違うって言ったけど、うん、ほぼあんまり着心地分からんけど、うんうん、こっちとこっちはちょうどクライムの中間におるなってこれ分かるやん、うんうんうん、まあただねあのいらん人やったら例えばバイカラーがええねんという人やったらこれはちょっと無理やけどっていうことやね。そうですそうです。ただ単色がええねんってなったらこっちも全然いけるし、あいいね確かに。結構作りもしっかりしてんのよ。そうですね。ちょっとこの辺が薄いかなっていう感じかな気するけど、その短いテープ、うん、テープ、うん、ちょっと短い気がするけど、うん、なるほど。あ、ほんまや、ちょっとだけ短いな、ね、で、これまっすぐじゃないのよ。こういう感じでヒュッてまっすぐじゃなくて、うん、ちょっとねこんなことすると余計手前ねん。うん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 、でこれやったら歯切れでそのまま使えんねんけど、こうやって斜めにしてるって手前ねんけど、そういうとこまで考えられてるから、うーんこれ作る目線でこれどうしても見ちゃうけども、なるほど、細かい部分までやってんねん、うん、そう、ようやってるなって思う。 うーんこれやっぱ今まで作ってなかったからこれ入ってこへんかったけど、作る側に入ったらこれ結構コストかかるよなって思う。そうなんや、うん、なるほどっていうのが3つ目、はい、で4つ目っていうのが何かっていうと、まあ、大人気アークテリクス、うん、でアークテリクスに関しては、まあ、これも人気なんやけど、これ α SV あったんですけど色味がねちょっと変な色になってますね、うん、こんなね色味になってるのでねちょっとどうかなと思うんですけど、これはねさすがにね今回ゴアテックスプロで唯一1着だけ入れたからね、うん、ちゃいますよ。プロ言うてたよね、うん、プロって何がプロ、うん、分からない全然分からない。なるほど。でもゴアテックスっていうのは、うんうん、これあ確かにプロやから肌触りいいねっていう人もいてんだけど、それは関係なくて、うん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 、ゴアテックスって触られるの中身に入ってるから、うん、そうよね。だから多分その芯材が強いんやと思う。あゴアテックスメンブレンやったっけ。そうメンブレンが入ってるこの芯材がほずこれぐらいやけど、これぐらいの厚みになってるからより防水性も高いし、なるほど、より頑丈度もあるっていう。ちょっと張り越しあるやろ。確かにちょっとガシガシする感じはするよね、うん、その分余計ないらんことが全く機能的にないっていう。ただ唯一これの欠点としてはここのポケットないのよ。あないのないねん。ほんまだからもう前しかないねん。だから俺使ってていつもそれだけは不便やってん、ここないのが。うんここはいるよね。そうだからこれやったらアルファ SV いかんとベータ LT っていうやつやったらあんのよ。で、はい、ベータ LT 今日持ってこようと思ってんけどベータ LT なくなってんの今だから持ってこいんかったけど、うんまあ、これに関してはアルファ SV は今ちょっと形っていうか色味が僕はあんま好きじゃないから、うんまあ、ベータ LT でも全然代用 OK かなと思ってます、うんうんうん、そして最後
まあ、コスト的なところやから、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんやけども、ラストはね、これマーボットの派手柄シャツなんやけど、うん、はい、これは派手なやつを選ばんでもいい。ブラックだけっていうのもあるし、赤だけっていうのもあるから、わざわざこれは派手なやつにしてサムネ映えするにしただけで、全員が全員これ選ぶ必要ないんやけど、これに関しては持って触ると分かる。なんで今回クライムライトが入らず、うん、このマーモットが入ったかっていう、うんうんうん、これクライムライトの代わりで入れてもらえ、柔らかいね。お客どうですかこれ。すごい柔らかいね。柔らかいし、生地も丈夫じゃない、丈夫というか良くない、うん、そうやね。ちょっとマットな質感で、うん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 、中とかね、当たってても全然不快感がないというか、だからクライムライトとほぼほぼ見た感じのシルエットとか変わらへんから、うん、まあカラーがちょっとあれやからっていう人もいてるかもしれないけど、うんうんうん、これはもう単色にしちゃえば、一番変な色味を俺あえて買ってるけど、まあ、真っ黒とかにしちゃえば、うんうん、質だけで言ったらクライムより上やろなと思って。結構俺クライム上まで締めてたから、この辺ガッて痛い時あるんだ。あ、でもこれやったら柔らかいから結構なんやろ、不快感はないかな。一回締めてみて。ここでまた似合ってるな、うん、その色味的にな。そうっすね、やからか、うん、似合ってるよ。シューファーって回ってみて。ああ、いい感じちゃう、うん、意外といいやろ。そうっすね、見てる感じは別に全くこれからなんてことないわと思うけども、触ってる感じとか、まあこれ生地いいやろうなって感じだし、もちろん止水やし、この裏もあれなんかな、フライムなかったっけ。なかった。その辺が気持ちいいんかな、多分ライトとかマウンテンジャケットみたいな感じの、うん、そうそうそう、チンの部分ね、顎の、そう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 、それがええよね、ここの部分ですね。でなんとそれがですね、クライムライトって今3万8000円ぐらいするのよ。あー高いよね。俺が買った時は2万円で、これも5話やもんね。5話、5話。なんかね、公式ホームページは出てこずね、もしあればこれは結構いいかなと思います、うんうん、ただデメリットとしてはね、これ内側のポケットのとこなんか穴プツプツ開いてるやん。はいはいはい、はい、鍵とか入れたら破れそうやね。確かにそれはだんなちょっと注意したらなるけど、うんうんうん、うんうん、いいとこ見てるね。だってさ、こんなんとかさ、まあ、なかなかこういうタグのさ、付け方とか、うん、別生地当ててるわけやん。それそうやな、わざわざね、うん、うんうんうん、こんなんコストかかるよね。なんか前とかやったらこんなんがあったみたいです。黄色と黒とかがあったりして、こんなんがねあればいいですけど、これ紫スポーツのやつであって2019年からもうなくこれはないやろうけど、まあ、もし見つかればいいかなと思います、うん、はい、ということでね、マウンテンパーカー、おすすめ5000ということで、今までやったらどうしてもこう買う側とか着てる側だけの考えやったけど、うん、これコスト考えたらこれ相当頑張ってるなとか、ちょっと新しい目線で見てもらって、うん、まあ、プラス弟もね来てもらったりしたんですけども、どうやった、着てみた感じと見てみてた感じの違いとかあったりする。アークってよう言うから、うん、アークはちょっと僕も考えたんですけど、うん、このパターンやったらプロっていうのが何がプロかようわからん部分と、ポケットがないのがちょっと残念やったなっ、うん、アルファ SV ね、うん、確かちょっと残念やったなっていうのと、まあもっとやっぱ良かったなと。意外とな、うん、これあの動画では全然分からへんけど、うん、触ると分かるっていう。そうですね。でレインチェックスも当時安いなぐらいしか分かってなかったけど、うんうん、確かにこれ釣ってたらなあんまかっこよないのよ、うん、うんうんうん、けど全然着ても問題ないし、着たらかっこいいな、うん、これはマウンテンライト、マウンテンジャケットばっかりやけど、うん、全然レインチェックスもいいやろし、オールマウンテン感触が良ければいいかなと、うん、そうですね、はい、思いましたね。ということでね、まあ、こうやって弟にもいろいろ来てもらいましたということなんで、まあ、またね、あのダウンバージョンとかもやりたいなと思ってますので、今までもあのダウンにしてもあの着る側ばっかりの話だったけど、作る側で考えたらこれコスト結構安いですねとか、これコスパいいですねとかっていう話もしていきたいなと思いますので、本日はですね、年中使えるマウンテンパーク5000を紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。